さっきから、何度でもぶち込んでやる、とか、突っ込め、とか、とっても卑猥ですねー。みんな溜まってんのか？溜まっちゃってさ。むむ？フェイズコマンダーがこっちの様子を伺ってるのか？戦う前に情報収集か、なかなか賢いじゃないの。どうやらアーマカも私たちと同じ理由でベケットを狙っているみたいね。アルマも探してるわ。何が狙いなのかよくわからないけど。そう、何もかんも、最終的な目標ってもんがわかんないんだよこのゲーム。とりあえず、ベケット軍曹と面会して、アルマお母ちゃんに会わなきゃいけない。ってとこまではわかるとしても、その後どうするの？アルマを殺す？赤ん坊を殺す？フェッテルの言う通り、赤ん坊の出産に立ち会って、力を分け合うのか？もしくは、家族4人で仲良く暮らす、とか？冷静に考えて、全部無理な話だよな。どれも実現できそうにない。まあ実際にアルマお母ちゃんと面会して、その時何が起きるのか？その結果を見るしかないな。アルマお母ちゃんも罪な人だよ。はっきりと自分の要望とかご要件を言えばいいじゃないの。私はこうしたいので、こうしてくれたら助かるんですが、ってな感じでさ、コミュニケーションってほんと大事よね。お前らごときに、この僕様を止めることはできん。なんたって僕、半端ないですから、後ろ向きでトラップとかしちゃいますから。ゴールまで一直線ですから。あいつ半端ないって意味わからんが。後ろ向きのボールめっちゃトラップするわ。そりゃできんやん、普通。なんかやたらとこういうケアレスミスが多いよな。出世できないやつの特徴ですなこれ。壁抜けて死な、ぐらいしかできない貴様らに、失敗作の烙印は押されたくないね。まあ、確かにウピ主は、頭の先からつま先まで余すとこなき失敗作、ではあるが。うるさいんじゃ。そういうセリフを吐いていいのは、本当に強い極悪人だけだよ。フリーザ様、とか、ジョジョのビオブランド、とかさ。失敗作ね。何度も失敗作、とか言うなよ。実際に何度も言われてきたんだぞ。結構傷つくじゃないか。泣いてしまうじゃないか。いい年したおっさんが泣きじゃくるとこみたいのかあんた。マジで引くぞ。命がけで。
クノロジーは全て。お前の敗因を教えてやろう。ズバリ、僕より弱かった、ということだ。道理だな。懐中電灯。中心の下から、なんかバックファイヤーみたいの出る演出がいいっすね。よかった。まだいたわね。聞いて。フェイズコマンダーたちの通話を傍受したの。奴らはベゲットを西駐機場に連れて行くつもりよ。急いで。ベケット軍曹は、アルマにラクレイプされたショックで、完全にダメ人間になってしまったみたいですね。前作で超人的強さを誇った主人公なのに、逃げようともしないんだもん。でもラクレイプされたぐらいで、そんなズドーンって落ち込むことないじゃんよ。元気出しなよ。今度行きつけのソープに連れてってあげるからさ。まああれだ、童貞で何の経験もないのに、初めての相手が、シワシワのとっくに死んでるバケモン。だった、てんなら話は別だけどさ、まさかそやないよな。助けてくれ。もう一度言うけど、まさかそんなはずはないよね。お前童貞か？それはプライバシーの秘密だ。前も言ったけど、つまりは死ぬまで持ち場を離れるな。ってことですね。さらに言えば死ね、ってことですね。組織のために命を懸けることができるなんて素晴らしいじゃないか。僕は絶対嫌だけど。なんだかかわいそうになってきたよ。でも手加減なんてしない。死ね、お前らがどうなろうが知ったこっちゃねえ。俺は偽善者じゃないぜ。人種に関係なく、皆殺しだ。通路を開けてくれたのはありがたいが、できればこいつで豪快にシャッターを吹っ飛ばしたかった。よっしゃ先手必勝、速攻で終わらせてやるぜ。そんなこと知らねえっつってんだろこの野郎。二度と口聞けねえようにしてやるぞ。やってみろこら。こいつ結構近接攻撃が強かったのね。初めて知った。なぜか知らんけど、ここのキャットウォークの金網は、弾丸がズバズバ貫通してきます。これがかなりうざい、敵の位置が確認しづらいのよ。
よし上出来だ。殴り負けしてしまったのはちょっとショックだったが。あそこの荷物搬入口が開くんですな。はい。そんで、このビームは後でめちゃくちゃ役に立つので、忘れず持っていきましょう。とある難所で使うんですが、これがあるのとないのとでは、難易度がガラリと変わります。それじゃ、とっても迷惑なお荷物がそちらに行きますよ。大飯ぐらいで役に立たないウピ主よりはマシだけどね。うるさいんじゃ。こちらウイスキー54、重要実験隊の護衛部隊を除いて、全地上部隊、避難完了。了解、ウイスキー54、ベケット軍曹が登場したら再度報告せよ。逃したか。急ごう、ブラザー。急ぎたいのは山々だけども、これじゃどうしようもないな。もういいんじゃね？だいたい無理にアルマお母ちゃんに会う必要もないと思うんだよね。ほっといたらいいじゃんよ。どうせイクラーがいたってなるようにしかならないんだし。フェッテルはサイコキネシスが使えるし、ポイントマンは超人的反射神経があるんだから、二人で何箇所でもやって、両つべにアップすれば結構稼げるでしょ。ホモクサイつまらんゲーム動画しか上げれない、無能な底辺実況者と違って、あっという間にヒカキン超えの人気者になれるはずです。うるさいんじゃ。なんやねその態度。これは明らかに待ち伏せしてる感じだな。罠の匂いがプンプンします。ちなみに罠の匂いってどんな匂いなのって聞かれたらこう答える。焼き鳥の匂いだな。へ、バカ野郎お前、俺が勝つぞお前。この光り輝く左翼鎮圧いただ目に入らぬか。おめえらが薄っぺらいビニール本みたいになるまで、このシールドでしばき倒してやんよ。これどうした？二体揃ってもその程度かよ、情けねえ。アナログシールドの一枚も破れないくせに何がスーパーソルジャーだよ。笑わせるぜ、ふはは。どうだ、これでおとなしく言うことを聞く気になったかね。そこに立ってる。みんなたるんでる。根性がない。
殺せ、殺してみろ。殺されるとこだったか。